知らない人からの視線、肝心やろ、妖怪やのに。さあ、それじゃあとりあえず一旦家に戻って親に挨拶してきましょうか。挨拶より前に家飛び出してこんなところまで来たけど、危ねえ、引かれるところやった。え、パパとママへの挨拶っていうのは自宅で合ってる？あの駅前のマークは違うよね。お、あれは完治じゃないか。まあいいや、とりあえず家に戻ろう。とりあえず一旦ちょっと完治は置いといて家に戻ろう。自宅へ。信号は守ったんだよ。信号守らねえ悪い子はいねえか。信号は守ったんだよ。横断歩道をちょっとはみ出しただけだって。あ、戦闘に突入した。生ハゲ。でも鬼より怖くないな。え、これさ、生ハゲは仲間になってくれるの？おにぎりとか好きそう。あれ、ものすごく愛情天むす。まあまあなの。え、強い。めっちゃ強かった。逃げた方が良かったかも。仲間にとか絶対なってくれんパターンじゃないこれ。大丈夫そう。炸裂肉球。でもダメージはそれなりに。ダメかな。グレルリン。ああ、やられないでね。へえ、やられた。いえ、ちょっと待って、今私が出そうとしたやつ、出そうとしたやつをことごとくやっつけていかないで。今生ハゲの体力どれぐらい？え、めっちゃダメージ与えれるやん、すげえ。え、ねえねえねえ、このあれ、この技はあれか、回復か。ひもじインパクト、これ回復じゃないですよね。でも結構ダメージ与えるようやけどな。あ、待って。ジパニャン。これってさ、全員やられたら家に戻るんやっけ。やとしたら別にやられて家に戻ってもいいんやけど。塊親方結構いいね、ダメージ。やられたけど。クソ、きっちり罰を受けたぜ。横断歩道から若干はみ出すぐらい許してよ。はーい、なちゃん弱っこっちゃない。罰が当たるって言ったでしょ。これに懲りたら二度と危ないことしちゃダメですよ。ごめんなさい。でもウィスパーだって。シャラップ。妖怪はいいんです。まあ、そもそも浮いてるしな。くっ、そのバカ。でも体力は全開しとんやね。優秀。その辺なんか体力1とかで置いとかれとるかなって思ったけど。もうめちゃくちゃ縦横無尽に走り回りよるけど大丈夫そう？自宅に帰りたいんだ私は。ここじゃなかった。はい、自宅。ただいま。そして挨拶。あら、もう出かけるのね。おまんじゅうはちゃんと持った？うん、ほら見て。へえ、元祖を買ってきちゃったの。ママは本家の方が好きなんだけど、まあ仕方ないか。あ、そうだ、アイナ、このメモを持っていきなさい。おばあちゃんちメモを手に入れた。これって何のメモ？それにおばあちゃんちへ行くまでに必要なことを全部書いておいたわ。一人で電車やバスになるの心細いでしょ。そんな時はそのメモを読めばバッチリよ。ありがとう、すごく助かるよ。まずは桜中央駅まで行ったらそのメモを見てちょうだい。あと、これは旅行代、落とさないように気をつけるのよ。ケマモト村への交通費として1000円もらった。ママ、ありがとう。
本当に気をつけていくのよ。寄り道とかしちゃダメだからね。うん、大丈夫、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。めちゃくちゃ寄り道する。お、いよいよ出発か。おまんじゅう合わされてないかい。うん、ほら見て。おお、元祖のおまんじゅうじゃないか。僕が大好きな元祖を選んでくるとは、さすがパパの子だな。それじゃおばあちゃんによろしくね。気をつけて行ってくるんだぞ。はい、行ってきます。その獣本村のおばあちゃんっていうのはさ、どっちの親なの？父親？母親？これでおばあさまの家へ行く準備はバッチリですね。さあ、獣本村へレッツゴーです。うん、まずは桜中央駅ね。桜中央駅っていうのは、あのさっき勘違いだったとこでいいってことかな。とりあえずなんか下に、あ、違う、桜中央シティに行けるようになったんか。なるほどなるほど。よし、今度はちゃんと渡った。もうちょっとで自転車側を渡るところやったけど、やったー、桜中央シティに行けるようになったよー。いいね。これで駅、あっちか。でかいな駅。電車とか普段乗らんもんな。え、これはあれか、あっち側から上に上がらんといかん感じか。ここは関係ない、こっちか。何あの金の卵。はい、駅に来ました。さあ、えなちゃん、これからいよいよ電車に乗るんですね。何あの背後の人。うん、なんか旅って感じでワクワクするね。さて、お母様から渡されたメモ、ちゃんと持っていますか？あのメモは持ち物の大事なものに入っています。もし迷ってしまった時は、あのメモを見るようにしましょう。電車に乗れるようになりました。やった、これでだいぶ移動が楽になったね。ストーリーに関係あるんじゃないんかい。不審者？身代わり人形を使ってる？あれ結構便利なんだぜ。めんどくさい相手に絡まれたりして、バトルしたくないなってことあるでしょ？ああいう時は身代わり人形を使ってその場から逃げ出しちゃえばいいのさ。みんな妖怪見えないのによくそういうことは知ってるね。持ち物、大事なもので、おばあちゃんちメモ、桜中央駅から福の宮駅、ここで電車を一度降りる。うんうん、電車やまびこ線、なんとか線みたいなのもいっぱいあるってこと。ケマモト駅でバスでケマモト村。なんかケマモト村文字がぐちゃぐちゃぐちゃってなっとるのリアルやね。じゃあ福宮駅に行けばいいね。中央線で、まあ一応マップ見れば書いてるけどね。なんか妖怪いないここ。ミスター・ムービーン。やっぱり気づかれないです。これじゃスカウトなんてできません。うわ、怪しい。って、妖怪だよね。そりゃ誰も気づかないよ。おお、この方は。え、すぐ分かったの？もしかして有名な妖怪？ええ。彼こそはあの妖怪映画祭で、毎年賞を総なめするとかしないとかの。その名も、映画監督妖怪、ミスター・ムービーン。カート、違います。違うの？もうウィスパー、また。天才映画監督妖怪です。肩書き違います。そこ。自分で天才って言うんすね。いや、しかしですね。その天才映画監督妖怪が駅なんかで何を。スカウトです。スカウト？そうです。私の次の映画には人間の役者も出演させたいのです。それは難しいね。みんな見えないから。そのために天才映画監督妖怪自ら人間の世界にスカウトしに来たのです。でも人間には私の姿が見えてないです。これじゃスカウトなんてできません。うん、妖怪が見える人なんてあんまりいないしね。ん？そういえばあなた見えてます？うんうん、
ちゃんには妖怪ウォッチがありますからね。それです。ついに見つかったです。お、もしかしてアイナちゃん映画デビュー？カット。彼女はちょっと私の求める配役とは違います。ちょっとキュートすぎです。でもあなたなら私の望む理想の配役も見つけることができるはずです。天才映画監督からのオーダーです。私のスカウト手伝ってください。でも監督のことが見えんのにさ、演技させられる人を連れてくるってこと？今ミスタームービーの大騒動。自称天才映画監督妖怪ミスタームービーン、人間の役者を探しにわざわざやってきた。おー、助かります。これでやっと撮影も進みます。まあ困ってるみたいだし、ちょっとスカウトを手伝うだけならね。ええ、出演するよりはずっと楽ですよ。じゃあちょっと探しちゃいましょう。人間をよね。カット。待ってください。スカウト舐めたらいけません。はい。いくつか条件があります。よく聞いてください。ほう。まず監督の私とコミュニケーションがうまくできないと意味ないです。ってことはやっぱり妖怪が見える人になるってこと？無理じゃね？そんな人おる？つまりいかにも妖怪が見えてそうな人を探し出してください。いかにも妖怪が見えてそうな人とは一体誰なんだい？うお、いきなりハードル上がりましたね。うん、その最初の条件とやらが無理な気がするけど。でもこの街って割と変な人多いですし、意外にすぐ見つかるんじゃないです？はっ。と、それだけじゃないです。まだあるの？天才映画監督妖怪たるこの私は配役には人一倍こだわりがあるのです。今から説明するような5人の人間を探してください。え、5人も？なんかめんどくさくなってきましたよ。まず男性は3人欲しいです。では1人目です。派手な色の服を着ておひげを目立つ大きな声の熱血おじさんです。あれ、そんなおじさん前に見たような。え、派手な色の服を着ておひげが目立つ大きな声の熱血おじさん、そんな人見たっけ？次はつるっとした頭がチャーミングで黒い服を着た太めのおじいさんです。え、つるっとした服がじゃないつるっとした頭がチャーミングで黒い服を着た太めのおじさん。つるっとした頭、お坊さんですかね。ってことはあれ、昇天寺の？3人目はもじゃもじゃ頭にピカピカ光るものを乗せた変な人です。もじゃもじゃ頭にピカピカ光るものを乗せた、なんだそれ。そんな変な人、あの人しかいない気が。もじゃもじゃ頭にピカピカ光るものを乗せた。ピカピカ光る、頭に光るものを乗せるってどういうこと？あれか、あのご用田さんがつけとるさ、なんかあれじゃない、なんていうんやっけあれあれパトカーについてるやつみたいなや。次に女性です。こちらは2人ほど欲しいです。白衣を着てるのに無駄にハイテンションで何かと強引なお姉さんがいいです。何それ、白衣を着てるのに無駄にハイテンションで何かと強引なお姉さん。あ、博物館にそんな人おらんかったっけ？こんな人もいた気がする。最後は逆に落ち着きのあるご婦人です。着物の和風美人で独身だとベストです。着物、わからない。ん？そんな人いましたっけ？普段行かないお店とかならいますかね。お店？和服を着るようなお店？以上です。こんな役者を揃えてください。うん、この5人だね。ここまで細かく指定されると逆に探しやすいかもですね。それに明らかに見たことあるようなのも結構混ざってましたし。うん、どんな人間を探すか忘れたらまた説明してあげます。私はここで待ってます。それでは頑張ってください。ミスタームービーの大騒動発生。なるほど。まあ、とりあえず熊本村に行きます。え、電車に乗るには乗車券が必要です。あ、なるほど、ここで買えるんね。1日乗車券300円もするんや。え、マジでさ、電車とか
全く乗らんけん、全然値段の基準もわからんねえけど。え、中央線渚行き、渚とかもなんかあったね、プニプニに。これは違うってことね。え、これがこのその次の電車ってやつ。え、あれやん、本当にちゃんと自分で見んといかん感じやん。中央線よね。次は響きの線、小日向行き。小日向はちょっとよくわからないな。そんなとこあったっけ。でも多分今このいい夜、なぎさきとか小日向とかもそのうち行けるようになる、行けるようになるっていうか行くようになるってことなのかな、ストーリー上でも。意外と一発で来ないんだね。これじゃない？え、違う？福の宮？え、でもさ、ちょっと待って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 。でもさ、福の宮じゃなかった？でも中央快速線じゃなかった気がするんよね。え、でも福の宮やったよね。福の宮に着けば別に何でもいいか？じゃあこれでよくない？早く着けるってことやろ、多分。知らんけど。快速列車。まあ、福の宮に行けば何でもいいよ。知らんけど。で、福の宮で降りるんよね、一回。本日も中央線をご利用いただき誠にありがとうございます。多分中央線、中央快速線がある。え、中央線や、ただの中央線やったらこの青葉、ひばり台、花山、岩栗、春日野って全部に止まるってことけど、中央快速線なら桜中央から福の宮まで一発で行けるってことや、きっと。あの路線案内図で見る限り。めっちゃきっちり時間使うやん。スキップボタンとかもないし。間もなく福の宮。やったー、つけた。で、ここから山彦線に乗り換えて、毛馬本村へ。福の宮駅に着きましたね。ここで降りましょう。よし。電車でああいう席なのも見たことないんやけど、なんか向かい合ってみたいなの。ドラマでは見たことある。なんか横並びになっとるやつしか見たことない。で、ここからの山彦線。山彦線、毛馬本行き普通列車。よし、これだ。一発できたー。はい、行きまーす。びっくりした。駅員さんね、読むかと思った。本日も山彦線をご利用いただき誠にありがとうございます。ちゃんとさっきの中央快速線と山彦線ではアナウンスしよる人が違うね。お、なんだ、引きこもり来たけど。ああ、久しぶりに外に出てみましたが、外はなんと危険に満ち溢れているのでしょう。知らない人からの視線、視線、視線。肝心やろ、妖怪やのに。知らない人っていうのが妖怪かな。恐ろしいです。え、なになになに、怖いんやけど。急に勝負吹っかけてくる方が恐ろしいんやけど。なんか知らんけど、仲間にできるかな。でも、ストーリー上で出てきたやつは全然、友達にはなってくれんとかある。何が好きなんやろう、引きこもりって。柔らか牛すじ、これはどうすか、お食べ。ありがとう。よかったんだかどうだかよくわからないな、私の苦手なやつ。心を塞いで行動しなくなった。頑張れ、百列にクッキー。ちょっと待って、なんか取り憑かれてますよ、もしや。おお、まあ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 、勝利したけいっか。なんで急に勝負仕掛けてきたんやろ。あれ、柔らか牛すじあげたのに柔らか牛すじ返ってきた。すいません、
久しぶりに外に出たことによるあまりの恐怖に取り乱しました。やっぱり外に出るのは危ないですね。今すぐ家に帰ります。今すぐは、妖怪やけんすり抜けれるんか分からんけど、それは幽霊か。いやー災難でしたね。中にはああいった困った妖怪もいるので気をつけましょうね。やっぱ一個ずつ止まるんやな。間もなく多存の、間もなく多存の、多存の、多存のでおりません。いいえ。え、これさ、降りてうろつけるんかな。こんだけいろんなとこに行けたら楽しそうやけどね。次はおさらぎ。いやでもこの間の町とかは行けんかった気がするんやけどな。普通にここじゃないよ的な感じで言われるんかな。時にあいなちゃん、好きな人なんかはいるんですか。何唐突な恋バナ。え、どうしたの急に。別にいないけど。またまた。例えばカンチとか。なんでカンチになる。カンチくん、いや別にただの友達だけど。そうなんですか。全くノリが悪いですね。そこは消えたやろ。みんなで電車乗った時は恋バナの相場は決まってるんですよ。え、そうなの。初めて聞いたんだけど。小学生のアイナちゃんにはまだ早かったですかね。ウィスパーうざいよ。心の声。でも女の子は大体初恋は幼稚園とかそんな感じやけん早くはないよね。男の子的には早いかもしれんけど。おさらぎでおりません。でもどうなんやろ、この桜中央線、違う、中央線のひばり台とかその辺は行けたんかな。いや、行けてないか、わからん。その辺ともしかして現実にもある地名。わあ、なんかもう窓から見える景色がめっちゃ山。いいね、なんかちゃんと景色変わっていくの。当たり前やけど、現実では。何、もう話す内容なくなったの。ウィスパー。もう恋バナが盛り上がらんかったけんね。間もなく谷合い、谷合い。いいえ。てかめちゃくちゃ遠出するやん、すごいね、小学生で。って言っても昔なんか小学生の時に飛行機で東京に行った気がするけど、一人で。一応空港にお迎えは来とったけど。クマって体が大きくて喧嘩とか強そうですよね。まあ今時殴り合いの喧嘩なんてしないけどね。それにクマくんには弱点があるんだよ。ほう、弱点、何ですかそれ。クマくんはお母さんのことがすごく怖いみたいなの。へえ、そうなんですか。それは意外ですね。確かにクマくんのお母さんすっごく怖いからね。この前なんて学校をずる休みしようとしたクマくんをお母さんが無理やり引っ張って連れてきたんだよ。クマくんワンワン泣いちゃって大変だったんだよ。それは小学生にとっては屈辱的行為でしょうね。うん、確かにちょっとかわいそうだったかもね。お、やっと毛羽元に着いたよ。もうなんか家すらもほとんどなくなってきた。ね、さっきの谷合いあたりはまだちょっといっぱい家があったけど、ちょっと減ってきた気がする。毛羽元駅に着きましたね。ここで降りましょう。もう結構まだ人乗っとるな。ケモモト村に到着。豊かな山に囲まれた憩いの里、こちらケモモト駅でございます。電車をお持ちのお客様は黄色い線の内側までお下がりください。黄色い線ってこれのこと。これあれやねん、点字ブロックやねん。黄色い線っていうか白線の内側とかじゃない。え、どこなの。こっちか。あ、こっちだな。毛羽元ってこういう漢字書くんや。あ、てか漢字なんや。なるほど、初めて知った。ここからおばあちゃん家までどうやって行くんだっけ。アイナちゃん、
こういう時こそお母様のメモの出番です。雪印牛乳かと思ったけど、あれマーク的に雷印牛乳ってこと？なるほど。メモメモ、違う、妖怪メダルじゃなくて、バスだ。そっか、まだバスがあるんか。バスで獣本村へ。あ、バス停もうここやんねん。獣本村行きのバス停だ。運賃は200円。待ちましょう。まあでもそっか、さっきの電車の300円もって言ったけど、こんな遠くまでたった300円で連れてきてくれるってすごいよね。やばいよね。バスに乗りますか。乗ります。タクシーとか考えたらめちゃくちゃ高いもんね。うわー、めっちゃ自然豊か。そしてなんか子供たちが走ってる、いい雰囲気。こういう雰囲気のとこってなんかいいよね。でも正直たまに来るけんいいなとは思うけど、住むってなったら不便よね。あと虫が気になる。あ、おばあちゃんお迎え。あゆな。お、この方があゆなちゃんのおばあ様ですか。よく来たね。一人で来ると聞いて心配しとったけど、ほっとしたよ。それにしてもまた大きくなったね。あゆなは何年生になった？5年生よ。電車やバスに乗ってここまで来るのすごく楽しかったわ。それはよかったね。さあ、長旅で疲れたろ。おばあちゃん家へ一緒に行こうね。うん。てか子供一人でそんな大移動が許されとるのがすごいよね。え、今の時代も普通にできる感じ？その子供一人で、まあ、バス電車は大丈夫か。子供一人で飛行機とかも大丈夫な感じかな。一応なんか保護者の送り迎えみたいなのは必要なんかな、空港まで。分からんけど。あら、児玉さんちのお孫さん。ええ、夏休みだから一人で来てくれたのよ。まあ、おばあちゃん思いのいいお孫さんね。おお、なになになに、野菜販売してるの？なんかいいね、味があるね。こんにちは。元気があっていいわね。獣元でゆっくりしていってね。それじゃあいいな、行こうかね。おばあちゃんめっちゃなんか足早いっすね。なんかこの山で足腰鍛えられてる感じ。そして道行く人との会話まだありそうな感じするね。おお、牛、豚もおる、かわいい。いいなぁ。いや、こういうとこの雰囲気いいよね。何、どうした？あゆなや、ちょっとそこのお店に寄っていこうかね。うん。そこのお店、どれ？おばあちゃんとお店へ行こう。ああ、なるほど。まだ見えてなかったんね。これ？何屋さん？入山商店。うわぁ。え、すごい、なんか。地面がなんかちゃんと舗装してない、舗装されてない感じなんよね。他に買うものは？と、アイナもなんか欲しいものはあるかい？なんかこういう個人商店みたいなのすごいね。え、ちっちゃいおばあちゃんかわいい。ありがとね。アイナ、待たせたね。喉は渇いてないかい？外は暑いからね。はい、これ葉緑茶を手に入れた。ありがとう、ありがとう、おばあちゃん。それじゃ家へ帰ろうかね。さあ、お家へ行きましょうか。ちゃんと姿が見えんくなったら待っといてくれる。ありがとう、おばあちゃん、優しい。まあ、こんな山道でね、迷子になったら。でもなんか意外と人いっぱいおるし、意外と家もいっぱいある。導き、なんか気になる。ごめんね、おばあちゃん。田んぼの神様にお供えしとるんじゃ。私が子供の頃もじいちゃんが同じようにお供えをしとったけえね。
きっとこの先も私の子や孫たちが同じようにお供えをしてくれるはずじゃ。でも悲しいかな、若者ってこういうところからどんどん出ていくんだよ。都会に行っちゃうから、桜中央シティとかに行ってしまうんじゃないなんかおばあちゃんが導きについていきよるみたいな。あ、待ってね、おばあちゃん、ちょっと導きについていってからもうめちゃくちゃ迷子になりよる感じ。あー、めっちゃ遠くまで行く。待って、私これ戻れます？え、どこ？この辺？え？え？導きいる？なんかいなくなってない？この辺？え、もっと先か？あ、いたいたいた。遠いんですけど。ねえ、ちょっと待って、ここまで追いかけてきて妖怪飛び出してきたとかやめてや。こういうところで出てくる妖怪強いんかな。回せ回せー。え、なんか強そうなんか若干強そうじゃない？与えるダメージもなんか少ないし。待って、お片付けの陣ってあれよね、お祓いよね、する必要なかった。撃て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 、けい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 。だってこの技のチャージ中に全然やっつけれんもんね。でもこっちもあんまりダメージ受けてない気がするけど。みんな溜まってる？よし、オッケー。なんせなんせ、ほら、まだ誰も、まだ誰もやっつけれてないよ。いけ、ズメリンシャワー。よし、オッケー。若干強め。誰も仲間になってくれんやん。しかも別に特にアイテムもなかったことない？くそー、こっちかマップ見んとよくわからんかった。でもここで右側よね、おばあちゃん。その辺、ここに入ってたはず。え、全然待ってくれてねえ。え、ちょっと待っててよ、おばあちゃん。さあ、着いたよ。ゆっくりしていてちょうだいね。あー、久しぶりー。ってか、でかい家。アイナちゃん、おばあさまにお土産を渡さないと。あ、そうだった。おばあちゃん、お土産持ってきたよ。あら、わざわざありがとうね。じゃあ、仏壇にお供えしてくれるかい？ふうってことで、とりあえず着きました、おばあちゃんち。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、なんかね、やっぱ田舎とかってさ、土地が広い？ゲーム。めちゃくちゃ家も広いんよね。ああいうのすごいいいなと思う。古くてもなんか、なんかいいよね。